おはようございます。ミルクです。愛と笑顔で地球に灯しみよう。はい今日もね、楽しくやっていきます。よろしくお願いします。今日のテーマというか、本日は質問をいただきましたはい、なんでそんなに笑顔なんですかっていう質問ですね。はい、質問ありがとうございますそれではね、本日はそんな質問にお答えしていきます本当にね、これね、元からとかじゃないんですよ練習したからなんですよそんな答えなんですかみたいなね、感じかもしれないんですけれども、うん、動画まだ見続けてください、ここでなんで練習しなきゃいけなくなったのかっていうと、私もこの動画見て、まあ、悩んでる皆さんと同じように笑えないっていう時期があったんですよ信じられないかもしれないですけれども、うん、笑えなかったんですよ一時期、本当に何しててもなんか楽しくないし、ずっとこう暗い気持ちだし、うん、なんか嫌な気分だったんですよね。ずっと暗い気分、なんか本当につまんない毎日毎日で、笑おうと思ってもその時ってなんかね、顔が動かなかったんですよね。なんか引きつっちゃうっていうか、その時も鏡見て笑わなきゃ笑わなきゃってすごい思ってたんですよね。なんですけど、どうやっても笑えない、なんだろう、どうやって笑うんだったっけみたいな感じになってた時が本当に一時期ありまして、うん、それでね、その時なんで笑えなかったんだろうなって今となっては思うんですけれども、本当に笑えなかったんですよ。なんか鏡見て笑ってる自分の顔、まあ、もはや作れないんですけど、笑顔自体はこうぎこちない笑顔、みたいな感じになっちゃうんですけれども、なんかそれすらもなんか違和感なんですよね、もはや笑えない、笑ってる顔変だなみたいな、そんな自分がいたわけなんですよでもね、ある日本当に思ったんですよねこんな顔で死ぬの嫌だなってその最後に死ぬ時にもう笑いじわがひどすぎてもうしわくちゃになるぐらいの顔で死ぬ方がいいなってなんか感じたんですよねそれとか、無理やりでも笑顔を作るとなんか勝手に気分も明るくなるっていうか、ちょっとだけでも、うん、なんか脳がね、勘違いしてる気がしたんですよ笑ってると楽しい、楽しいから笑うんじゃなくて、もう笑っちゃってるから楽しい気分になるみたいなことを感じたんですよ。それでその日以来毎日毎日鏡、洗面所の鏡見て、うん、歯磨きした時とかね、トイレ行ってって笑った後とか、鏡見るたんびにもうこうやってもう笑いじわが絶対できるようにって、こうやって笑いじわができて死ぬんだっていう気持ちで、もはや笑いじわできすぎて死ぬんだみたいな気持ちで毎日毎日練習してたんですよそしたらなんか自然に笑えるようになってきて、それで周りの人にもすごい笑顔素敵だねとか、笑顔がいいですねとか言われるようになってきて、自分でもあ、なんか笑えるようになってきたんだなとか、自分の笑顔変わってきたんだなとか、写真見てても思うんですよね。笑えなかった時期の写真って全部引きつってるんですよ、顔がなんか友達とかと写真撮っても笑えないんですよね。だからもうぎこちない顔しかできてなくて、でも最近はもう本当に笑えるようになった自然とそうやって練習してたら笑えるようになったんですよねまあ顔もね、全部これ筋肉で動いてるって考えれば、筋トレと一緒でね、筋トレもこうやって毎日毎日まあやるからこそ、なんかね、こう神経がつながっていって、ここのね、二頭筋を働かせるんだみたいな意識になっていくじゃないですか。だから笑顔もそれと同じようなもんかなって思って、まあ、深く考えずにもうトレーニング筋トレと一緒っていうつもりで毎日鏡見てもう笑う、笑っちゃう
ってやっちゃうってしてみると皆さんも笑えるようになる。そしてね、笑顔だから楽しい気分になる。そんな毎日送れるかなって思います。今日はね、そのどうしてそんなに笑顔が素敵なんですかっていうね、質問をいただきましたので回答してみました。こんな感じで私も笑えない時期があって、練習いっぱいしましたよっていう話でしたね。だから皆さんもね、今日からぜひ今からやってみてください、試しにね。そんなわけでね、これからも少しでも皆さんの人生が最高な人生にねなるような世界ですね、広げていきたいと思って動画配信していきますので、ぜひ絶対チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。周りのね人にもちょっと広めといてください。お願いします。それでは今日も動画見てくださった方ありがとうございます。本日も最高の一日を笑顔で過ごしましょう。